JR 北海道キハ160系機動車、キハ160系機動車、キハ160型機動車は、北海道旅客鉄道、JR 北海道が1997年に導入した一般軽機動車である。日高本線の普通列車、快速列車用として、1997年、平成9年3月に、新潟鉄工所で一両が製作された。 1996年8月の踏切脱線転覆事故で稼働不能となったキハ130系機動車一両の補充車でメーカーの設計標準化機動車群 NDC を使用の基本としつつキハ130系の運用で顕在化した諸問題の解消を起とした主樹の設計変更がなされている日高本線でキハ130型と共通の運用に就いた後 2007年に動力系の大規模改造が施行され、電動機とディーゼル機関を併用するハイブリッド動力の試験車両 ITT に改装された。機動車の性能向上と環境対策と両立した駆動システムの開発を目的としたもので、改装後は数字にわたり試験走行が行われ、動力性能や駆動効率など基本性能の実証がなされていたが、 2013年12月20日付で廃車された。最終配置は、苫小牧運転所本節では、製作時の仕様について記述し、動力計改造後の変更点については、公設にて記述する。全長18メートル級の普通構成で、車体の両端に運転台を装備する、両運転台式である。構え体の仕様は、同時期に製作された津軽鉄道の津軽21。 ガタに準拠するものであるが、本形式では、運転台のある、正面両側下部の構え体を強化した上で、プロテクタを追加装備し、衝突事故時の乗務員保護機能を強化している。このため、本形式は、正面下部が突出した外観を持つ。正面には、中央窓付けの貫通扉を備え、左右をのに運転席窓、助手席窓を配する正面3枚窓配置である。 正面窓は平面窓で、キハ130型が用いたパノラミックウィンドウは装備しない。灯0類は二連横配置の全小灯を正面窓直下の左右に各一組二連横配置の標識灯を貫通扉直上部に一組装備する。全小灯の光源は落成当初はハロゲン式だったが、その後しばらくして HID 式に交換されている。客用扉は一。 000ミリメートル幅、開口幅950ミ、mm、リメートルの、片開き、式引き道客室両端部の片側2箇所に設け、乗務員扉は、運転席のある側面向かって、左側端部、2位側、3位側にのみ設けられる。横幅1、0 90ミリメートルの客室窓は、下半部が固定され、上半部が中央横残部を支点として、 室内側に開口する内形式である。室蘭本線などで用いるキハ150系機動車、100番台と同様の方式で、トンネル侵入時などの急激な気圧変化で不意に閉じる、減少を防止する改良がなされた。次長は32.5トンである。車体の外部塗色は、正面、側面の基調色を白色とし、側面上部の膜板部にラベンダーバイオレットの帯を、 正面窓直下部側面倉下の腰板部に、萌え着色、ラベンダーバイオレットの帯を配した JR 北道一般系機動車の標準配色で、キハ130型と共通の配色である。客用扉は萌え着色、種別表示部を含む正面窓周囲及び客室窓の、室外側縁部は黒色である。主機関は、直列6機等の直噴式ディーゼル機関 N。 DMK13HZF 型を床下に一機搭載する。主機関の動力は変速一段直結二段の液体変速機 DW20 型を経て動力台車 NDT150 系の輪軸に伝達される。台車は軽量ボールスタレス台車 NDT150 系、動力台車 NTR150 系、付随台車で、 気圧150型に用いたものと同一である。枕バネに空気バネを用い、軸箱支持機構は軸受けの左右に配した円筒積層ゴムと円筒積層ゴムの柱座と台車側枠中央兜を連結するリンク支持との併用である。動力台車 n d t 1 5 0型は各軸に周減速機を装備する二軸駆動である。ブレーキ装置は三圧式の E 制御弁を用い。 大荷重装置を併設した、d 一 A 型自動空気ブレーキである。下り勾配のそもそも即装置として、主機関に、機関ブレーキ、排気ブレーキを、液体変速機に、リターダブレーキを併設する。車内両端の出入り口付近にロングシートを、車内中央の四区画にクロスシートを配した、セミクロスシート配置で、クロスシート部は、通路片側列を一人がかりとして、通路幅を拡幅している。 内装各部の衣装は先行して制作された、キハ150型とおおむね共通の仕様である。室内の一端部には、出入り口と客室との間にトイレを設け、4位側、通路を挟んで相対する、1、3位側に車椅子スペーを設ける。定員は110名、内座席42名である。出入り口と客室との間には仕切り扉を設けず、 室内保温対策として出入り口隣接部の座席端に大型の袖仕切りを設け、出入り口隣接位置に客用扉開閉用のドアスイッチを設ける。暖房は気管排熱を熱源とする温水温風方式である。冷房装置は装備しない。ワンマン運転に対応し、運転室後部に運賃箱、整理券発券機、運賃表示器を設ける。 発電装置などの補給類駆動は、主機関を動力源とする油圧駆動式である。これは保守性信頼性向上を基として、試行搭載されたもので、従前仕様のベルト駆動式への変更も可能な仕様である。補助電源は、容量給付場の交流発電機である。機動車の動力効率向上と、環境性能の充足等を両立し、 これらの低廉なコストでの実用化を機として開発されたハイブリッド駆動システムを試験搭載するための改造で、苗母工場で2007年に施行された。電動機、モータとディーゼルエンジンを搭載し、各々の,の,の動力源が駆動軸に直接動力を伝達可能なパラレル方式ハイブリッド駆動の一種で、JR 北海道ではモーターアシスト式ハイブリッドと称する。 本方式の動力伝達機構として、アクティブシフト変速機が先行して開発された。これは2組の副軸、カウンターシャフトを搭載する、デュアルクラッチ式の4段同変速機で、JR 北海道と日立ニ個トランスミッションとの共同開発によるものである。副軸の1組、2速4速側には、電動機の入力軸が接続し、エンジンと電動機とは、 各副軸の紙アイクラッチ開始と個別に動力の断続ができる。電動機は動力源以外に発電、変速制御の機能を併用し、電力変換のための主変換装置、インバータ、コンバータ、電力を蓄積供給するバッテリーが接続される。本形式のシステムでは電動機に定格出力百二十三キロワットの交流電動機一機を用い、バッテリーは 容量 7.5kWh のリチウムイオン二次電池を搭載する。AST は運転状況に応じて電動機、エンジン、出力軸の接続を切り替え、発射時には電動機のみで起動し、打業運転、減速の際には電動機を発電機として動作させて、発生電力をバッテリーに充電す。エンジンの起動は打業運転時の発電。 一定速度到達後の加速時に限られ、効率の高い回転域のみを使用することで、騒音や排出ガスの低減に寄与している。各装置は専用の制御装置によって制御され、運転室からのマスコンやブレーキハンドルの操作に応じて、エンジンの始動と停止、エンジンや電動機とのクラッチ断続、逆転機の断続などを統合的に自動制御する。 電動系の統合制御が可能になることから、液体式駆動装置で必須であった、液体変速器を略でき、冷却系潤滑系の簡素化や、電動効率の改善が可能である。改造工事では、動力系の大規模な乾燥が行われ、床下では当初装備のエンジンと液体変速器を撤去し、総排気量 13L のコモンレール式、ディーゼルエンジンと AST、主変換装置、 電動機が各一機搭載された。バッテリーリアクトルなどの一部電装計は室内1から2以側の旧ロングシート部に搭載され、機器収納部の上部は荷物置き場に変更された。座席は従来のものをすべて撤去し、転用品の座席をクロスシートとして設置している。エンジン、変速機の乾燥と電装計機器群の追加に伴い、自重は34.2トンに増大している。 外部図色は、基調色を白色とし、正面窓周囲、車体裾部全周、車体側面中央部に青色を、正面中意の全消灯周囲、側面の五頭文字部に萌え木色を配する。側面には、本社の開発コードを図案化したインのテックトレーンのロゴマークが配された。駆動システムの動作は、下記の4形態を基本とする。 長時間の停車や電動機のみでの走行中にバッテリーの電圧が降下した場合エンジンが自動的に始動し充電を開始するこの方式のハイブリッド車両は世界初でエンジンを発電のみに用い電動機のみで駆動するシリーズ方式ハイブリッド駆動との比較ではバッテリーやインバータ装置の小型化が容易で導入費用低廉化が可能であり既存機動車の動力系換装も 容易に行える利点があるとされる。制作直後より、日高専運輸営業所に配置され、1997年6月より、日高本線の全区間、苫小前様にでき葉130型と共通の運用についた。木破130型が顕著な損耗のため全社廃社となった2002年以降も本形式は残存し、後続として再投入された、 キハ40系機動車350番台と共に引き続き使用された。キハ40系の再投入後は同形式の配色に合わせた外部塗色の変更がなされ、貴重色の白色を損知し、正面窓及び客室窓の周囲に青色ピンクの帯を、車体裾部全周に萌え毛色青色の帯を配する意図された。2007年にハイブリッド動力化が施行され、 同年8月から、苗母工場で、各部機構の機能確認が実施された。同年11月以降、2008年2月まで、走行試験が実施され、キハ150系、定格出力 450PS より、定格出力が27%低いエンジンで、同形式と同等の加速性能となることを、実証している。2008年度中に、トマコマイ運転所に転属し、 2008年の北海道東野湖サミット開催時には室蘭本線の東室蘭室蘭間でデモンストレーション走行を行っている。以降も各所で試験運転に供された後、2013年12月20日付で廃車され形式消滅となった。本社による試験結果はハイブリッド軽車システムと軽量車体システムとを組み合わせた。 次世代車両開発などへの応用が見込まれていたが、同システムを採用したキハ285系は2014年には JR 北海道の事故や不祥事を受け開発が中止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。